あれっていうかさ、俺今日、ミラーしないっていうのって、公式知ってんのかな？ ミラーっつうか、今日は、がやんないよ。それ知らねえとめんどくせえな。俺、しのさんにそれ言ったっけ？契約じゃないよ、全く。仕事でもないし。コメントが知ってるわけあらず。いや、君たちなら知ってるでしょ。理由は、いや、一応明日試合だから、まあ練習優先しようかなと思ったんだけど、どうやって伝えればいいんだろうな。いや、しのさんさ、時差あるから、どうせ今言っても伝わんないと思うんだよね。誰に言えばいいんだろう。R とかに言えばいいのかな、もはや。R に言ってみよう、試しに。ダメ元で。言った。野田に言ったけど大体大丈夫だろ。今日野田の日なの？知らん。知らんけど、距離が近いでしょ、絶対その運営サイドと。ツイートしとけばいい。いや、ツイート。いや、なんかちゃんと根回しっていうか、裏からちゃんと言った方がいいでしょ。そのツイートで宣言っていうのはさ、公式ツイッターにリプ。公式ツイッターがどれだか知らないもん。いきなりそれ、難しい。そう、先にさ、ツイートするのってなんか変じゃん。いや、こういう場面で、野田さんを有効活用していかないと、許せなくなっちゃうじゃん、彼のことを。で、こういう場面で役に立ってもらうから、帳尻合うわけよ。わかるね？ナイス、野田さん。今日やらないこと伝わったみたいです。これだから野田さんはね、知り合いに納得に限るんですよ。ギアはあります。そう、どんだけ出現しても縁切れない。そうなんだよね。先日炎上した時に、どうしようかな、ここらが切り時かなと思ったんだけど、まあでもまだ利用価値あるやろっつって思い直した。その結果のこれ、英断だったということが。エータも梅原に愛されたがってるから利用して。利用、まあ、しようと努力はしてるんだけどね。エータくんね、そうだな。ちょっと今んところ用途狭いんよな。糸切りバサミぐらいの用途しかなくて。なんか、入り用の場面が少ない。サウジにラーメン屋ありました。あー、知らない。あんじゃない？来年はボンさんも誘ってあげて、一生サウジサウジ言ってるよ。まだ言ってんの？誘うっていうか、俺が誘っていけるんだったら、誘うけど。俺にそんな力あるのか。まあ、推薦とかできそうだよね、でも俺がね。運営にさ、この人呼ぶといいですよ、みたいな。推薦したらマジでその人選ばれそうだもんな。SF の人が来るのって思ったんだけど。まあまあまあ、メンバーはね、ちょっとね。ゲーマー8参加するだけで賞金出るんでしたっけ？いや、それはなかったはず。トップいくつからだったっけな。忘れちゃったけど。まあ、結構、あ、違う。トップ16から出るのかな。だから2人に1人は出る。サウジご飯美味しいよ。サウジの飯がうまいっつうか、だから俺が言ったやったイタリアンはガチでうまい。けど、まあ、全体的にどうかってのは知らん。知らんし、あんまり、そう、日本人が喜ぶようなご飯屋さんが多いってことはないと思う。梅ちゃんガチで推薦したナリ君だね。そう。ナリ君はきついんじゃないかな。多分ギリきついと思う。リアルな話するとね、ギリきつい。招待ってメールで来るんですか？まあ普通にクーパーズに連絡が来たっていう感じみたいだよ。梅ちゃんがたまに学歴高めの人と対談みたいなことしてるのを見ると気後れしてるような感じよ。なんかね、なんかこう、恐縮しちゃうんだよね。しがらみに負けたやつが社会人になれる。しがらみから解放されてやべえやつらプロゲームになれる。孫が生まれた同級生いる。ああ、いるかもね。あ、いるだろうね。人気者だったから生きづらい。そうなんだ。いろんな人の話聞いて面白いじゃないですか。いや、そうだよ。だから行きたいなって気持ちはあるよ。成人式は行ってない。だって俺成人式の日、カペッソの大会あったもん。いや、孫ワンチャンあると思うよ。全員と1対1になって感じ。それは全然平気。1対1なら誰でも OK。誰でも会える。多分皆さん周りに気を使うんですね。自分が楽しむこと考えてると周りにどう思うかあまり気になる。ああ、そうだね。結構気に、こう、なんかね、気使っちゃうんだよな。でもなんか気使うはとこと気使わないところがあって、自分でもどっちだかよくわかんないんだよ。なんか二面性があるな。自分で言うのもなんだけど。すげえ気使っちゃう場所と全然気使わない場所があるんだよな。コンプレックスは呪いとよく言いますが、どうやったと思いますか？溶けるっていうか、和らぐだろうな。格ゲーだとあんまり気を使ってない。いやー、それも結構気使うよ。俺結構意外と気使ってるんだよ、これでも。格ゲーマーにも。あ、まあ相手によるけどね。相手によるけど。
全員じゃないけど、野田には使わない。若い子には特に気を使って、そう、あ、そうなんだよね、うん、気使うわ。一番気を使わない格ゲーマー、一番気を使わない格ゲーマー、いや一番とかは分かんないけど、だまあでもあのおじさんたちには使わないよね、ケイスケとかさ、うん、野田さんとかね、黒人とかね、まあエータにも使わないかな。抜きさんは気を使いますか。あー使わない方だね、相当使わない方だね。なり、いやなりくんはねちょっと使う。なりくんは気使うよ実は。多分絶妙な、絶妙な、もうねあったらぐらい絶妙のこの角度でこの強さでこれみたいな感じで接してるよ、なりくんとは。意外、そのみんなから見ると激しくついてるように見えるかもしれないけど、かなりかなりもうあのこのパワーゲージみたいなのをもう超目押し、ビト押し、うん、2フレ目押しぐらい、うっ、意外と冗談通じないタイプもいる。いやそうなんだよ、そうなんだよ、意外とね、そう、強すぎるとダメなのよ。ちょうどいいね強さでつかなきゃダメなのよ球を。ジャスパ、ジャスパ、全力で投げれるのは誰ですか。全力で殴れるのは誰ですか。難しいね。自分気を使わない相手か、誰なんだろうな。格ゲーマーだよね、ま、R は結構使わないね。確かに R に気を使うことないね。R 相当上位だな。ゴンタ、あー、まあ、ゴンタにも使わないね。あ、石井も使わないね。石井使わないね。あ、折笠さんはもう、そうだね。折笠さんもそうだね。小郷さん、小郷さんとかはだって目上だしね。まあ、目上って言ったらごめん、みんな年上だけどさ。倉橋、ってかなんかその、久しぶりに会う人にはちょっと使っちゃうかな。ゴンタ元気だよ。今言った人全員年上ですよ。年下で一番気を使わなくて良さそうなのは誰なんだろう。トラボーには使う、いや、気は使わないけど、あ、ちょっと言い方正しいかどうか分かんない、気は使わないけど気を回すことはあるね。なんか分かるこのニュアンス。あ、まあエータ使わないね、うん、なんていうの、キングホー